皆さん、街中で人とコーディネートが被ったことってありますよね。ちょっと気まずくないですか？恥ずかしいですよね。最近俺街歩いててそういう機会があって、あ、服同じだ。ちょっと恥ずかしい、気まずいってなったので、今回はそれに沿った企画、服を被ったらアウトゲーム。イエーイ。説明しよう。服が被ったらアウトゲームとは、その名の通り他のメンバーと服が被ってはいけないというゲームだ。テーマに沿ってコーディネートをしてもらい、同じ服装のメンバーには恥ずかしポイントがつくぞ。ポイントが少ない人の勝ちとなるゲームです。それでは行ってみましょう。まずじゃあ俺のコーデ説明しよう。セーターを着てます。ちょっと可愛らしい猫のデート、まあデートって言ったらセーターかなみたいな。で、靴は、まあ、スニーカー好きなのでスニーカー履いてますね。来た。もうなんだその格好は。だヘアバンドつけてる。ヘアバンドとこれなんだ、武器で見えないけどちょっとレースの服なのかな。インナーに下地になんかシャツがある。まあちょっとおしゃれな格好で。タコが来ました。タコは、お、かぶってない、かぶってないぞ。伊達目がおしゃれだ。服もおしゃれだ。タコおしゃれだね。タコおしゃれ。来ました来ました。イカが来ました。こっちかな。かぶってない。誰もかぶってないぞ。服がちょっと怪しいけど、おしゃれなピンクをつけております。いいですね。恥ずかしポイントゼロ。さあ最後の方です。来ました。ヒレオさんが来ました、最後の方。飛び越えていきました。被ってるかな？被ってない！てか、頭ずるいけど、スーツ着てるぞ。デートで。決めてきてるぞ。デートにスーツは決めすぎだろ。これ俺ちょっとおしゃれじゃないか。デートする時の格好よりおしゃれになっちゃった。冬はやっぱ寒いから長いダウンのジャケットで、なんとなく帽子をかぶり、なんとなくおしゃれな靴を、まあ冬のデートっていう感じかな。さあ、最初のイカちゃんが来ました。あ、冬だ。冬っていうかもうあれだね。スキーとかスノボーとかタイプだ、これ。スキー用の帽子と靴。いいっすね。次のタコ、お、かぶってないよ。今のとこ多分かぶってないよ。誰ともかぶってないよね。帽子、マスクか。最近はマスクの時代ですもんね。で、さっき俺が着ようとしてたジャケットがな、これ。危なかった。で、靴もかぶってない。オッケー。恥ずかしポイントゼロ。
れてる俺。かぶった。かぶったこの2人。恥ずかしポイント1。恥ずかしポイント1です。かぶりました。それでは最後に、ヒレオくん、お願いします。なんか、もう来てる、すでに。どうだ？おぉ？ははは、いい、いい。ヒレオくん、頭絶対被らないのずるくね。でも、お腹被ってないし、足も被ってないね。成功。これ多分街で見かけると恥ずかしいわ。この二人かぶって絶対そういうのあるもん。絶対そういうのあるもん。まあ部屋着っていうか、まあメガネがね、家の中ではメガネっていう、わかる？この萌えポイント。さらに長袖の T シャツと、まあ、部屋にいるときは裸足なので裸足です。あら、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 足がかぶっちゃった、足がかぶっちゃった。足かぶっちゃったな。ミサンガの位置まで一緒だ。あ、スリッパ履いてる。タコの服は？あ、待って、恥ずかしポイント。おい、隣のにか恥ずかしポイント2個あるぞ。ターバンみたいなのかぶってる。恥ずかしい。来た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 。次は？ほい。誰とも被って、え？足はこれどうなん？足のこのスリッパ色違いも恥ずかしいよな。色違いも。すごい、はしゃいできました。はしゃいでやってきた。どうだ、はだしかかぶった。恥ずかしポイントかぶった。みんなかぶってる。どっかみんなどっかかぶってる。すごい。部屋の中でね、靴履く人いないもんね。これはみんな恥ずかしい。これはみんな恥ずかしかった。はい、今日はこのビーコンを壊していきたいんですけども、今ヒレオくんとアンチかっこ偽物がね、邪魔してくるのよ、このビーコンを壊すので。2人はチャージャーにやられるように動いてほしいんだけど、俺はヒレオくんとアンチかっこ偽物を倒さないように、このビーコンを壊せば、全部壊せば俺のチームの勝ち。でどっちかに当たっちゃったらもうヒレオとアンチ偽物の勝ちっていうバトルを、はい、していきたいと思います。よっしゃ、どれを壊そうかな。めっちゃうろちょろしてるから当たりそうなんだよな、この。いやー、ビーコン3個、どうしよう。なんで2人こんなタイミング合ってるんだ。右か左か真ん中か、俺ちょっと狙うは左か右なんだけど、いきなり真ん中ちょっと難しいと思うから、ここ！オッケー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 。まず1個壊したぞ。あと2個。
お二人には立ちゃいけないから。ちょっとめっちゃうろちょろするやん。めっちゃ瞬間移動みたいになってる。なんかいやどうしよう、どうしよう、どう、左かな、左狙おう。いいタイミング見つけたら狙います。ヒレ君だんだん近づいてきた。難しくなってきた。だんだん近づいて、ここ、オッケー、オッケー。あと一つ、あと一つだけど、もう無理やん、これ。これ無理だろ。これ無理だよ、俺が動かない限り。一発ちょっと撃ってみようか。一発。はい。おやった、どうしたどうした、二人とも生還。生還です。やった、なんか僕生きてた。当たらなかったわ。じゃあ、せっかくだし、もう一回、時間余ったし、やっていきましょう。はい。まず一個。二人とも規則正しく動いてるおかげか、当てやすい。おい。おい、なんでそんなガッチリガードしてるんだ。なんでそんなガッチリガードしてるんだ、ヒレオ。おい、アンチも何やってんだ。あ。ちょっとどうすればいい、これ。どうしよう。これは難しいぞ。あ、やったー。まず一個。ラストだ、ラスト。ラスト、今度二人でガードしやがった。これは当たるだろう。おい。まあ、こうなるよな。はい、さっき3個でビーコンやったんだけど、今回ビーコンを6個、6個でやっていこうと思うんだけども、6個中4個を破壊すればチャージャーの俺のチームの勝ち で、残り2個になっちゃうと、こういうなんか張り付いて倒せなくなっちゃう、倒せなくなっちゃうから、残り4個っていうことにしました。じゃあちょっとルールを少しだけ変更しまして、6個でやっていこうと思います。まあ、この今二人がね、くねくねしてるんだけど、まあ、倒さないように、倒しましょう。まあ、まずここだよね。僕は、ヒレオカートから来た。まあ、安全なとこからね、倒していこうかなって。予測不能な動きされるとね、倒すのも難しくて。ここだね、まずね。オッケー、あと2個。あと2個壊せば俺の勝ちかも。難易度上げたって言っても、ちょっと簡単だったかもな。あ、でもなんか、こうだね。オッケー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 。あと3つ、あと3つ。あと1個壊せばいいんだ。ただね、タコの動きが早いな。なんか瞬間移動みたいな。ヒロ君はもうずっとここ守ってるから、ここはもう無理だな。ここかここで、タコの動きを予測してると。あ、今いけたかな。タコめっちゃ無理よね。え、やったー、ヒロ君。ヒロ君が今いなくなったとこ。狙われた。落ち込んでる、落ち込んでる、落ち込んでる。ヒレオせっかくガードしたとこもやられちゃったから、めっちゃなんか落ち込んでます。すごい責任を感じてる、ヒレオが自分に。ちょっと見てこれ。ヒレオくん一人でビーコン3つ守ってやがる。これ、見て。ずるい。これずるいぞ、なんか。あー1個残っちゃった。で、今度この坂の上にあるのを倒していこうかなと思います。まあ、2個。2個当てましょう。1個壁の上にあるから。あれ多分、いけるかな？いけそうじゃない？じゃ、今度6個中4個また、この坂の上にあるのを当てていきたいと思います。くそくそ、なんか、難しくなってきた気がする。まず1個ね。はい、オッケー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 。まず1個。まず2個。はい。ここ壁の裏当たんのかな、これ。待って、近い。あれ、近い。近いよ。ヒレオ近いから当たりやすくなってる。あー、ヒレオ近くて当たっちゃった。猫鳴いてる。なんか結構広いね、これ。これ結構広いな。じゃ、今回ヒレオくんが、このビーコンを壊す番ですね。俺とアンチは、壊されないように。体でこう。体でガードしましょう。あれ、ヒレオくんスコープつけてる。見て。ヒレオくんスコープつけてきたよ。なんか俺今日めっちゃ噛む。よし。この、ヒレオくんスコープでちょっと難しくなってるから。
アンチ狙うゲームじゃないぞ、ヒレオ。ヒレオ、ヒレオこれアンチ、あー やられた。ヒレオアンチと仲悪いから、アンチ狙ってた。アンチ狙ってるこれ。はい、じゃあ再スタート。ヒレオ違うよ。これあれ、ビーコン狙うんだよ、ヒレオくん。アンチを狙うゲームじゃないからね。これ、これ俺だけど、まあ、で怖いな。あ、ダメだ、ビーコン。おー、壊された。一個壊された。うまいもんだ。もしか。当たりに行くのも、なんか、あれで面白いな。おー、うまい。うまい。足元塗らないと、動きが。動きが。こっちか。あー、うまい。待って、今なんか、3個だ。3個だ。あと1個壊されたら、ヒリオくんの勝ちだ。どっちだ、どっち。おー、うまい。待って、2個壊してる、すげえ。ヒリオすげえな。あ、ヒリオ全部壊した。ヒレオくん今アンチをビーコンと間違えてお墓建ててる。お墓。アンチこれ。アンチ今ビーコンになっちゃった。アンチ一応これ守ってるな。めっちゃ近い。うおー、ちょっと一回練習でやってみよう。いくよ。俺がやったら中隠れるのよ。はい、見ない。隠れるタイム。あー！バブルがでかすぎて死んじゃった。そんな事件があったのか。俺は全く読んでいなかった。俺バブル、なんか明らかに、今明らかに埋め通ってたバブルあったけど。見て、ヒレオの車を。ヒレオの車を縦縞にしてる。なんか見に来てる。ごめんな。なんかちょっと汚くしちゃった。落ち込むな。ちょっとかっこよくなってんじゃん、ほら。アメ車みたいな。さっきはバブルがでかすぎて、待機してるタコが死んでしまうという事件が起きたので、ちょっとバブルをみんなで小さくしてきました。それでは、バブルかくれんぼしていきましょう。いきます。バブル走車。オッケーオッケー、これで隠れる。あれ？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 あれれ？これ、塗っていいかな。あ、やばい。やばいやばい。バレるバレる。見てるこっち。あえて後ろにバブルをやることによって、あ、いいじゃん。俺ここにする。ちょっとみんな、ちょっとだんだん遠くなってく。ヒレくん出てる。なんかめっちゃバブル飛んでいくんだけど。いくよー、行きます。いや、バブルがどっか行くんよな。こっちにしよう。ヒレオくん来た。いいじゃん。いいじゃん、ここ。オッケー。みんな耐えた。耐えたけど、バブルがこっちに流れるから、もしかしたら俺死んでたぞ、これ。ギョーン。バブル。あ、いいね、このバブル。このバブルいい。うまい、うまい、うまい。おー、生きてる。生きてる。ナイス、ナイス。みんなこっち側のバブル耐えてた。さあ、どこにしようかな。ちょっと、ヒレくん。で、俺、ここ大丈夫か、俺。ちょっと、俺、見えてないか。うわー、誰か生きてる。みんな生きてる。バブルがさ、飛んでいくから、こっちに集まっていくよね、やっぱ。
猫鳴いてる。これすごいね、これ。ちょっと。今、ここでしたよね、今。着地。これ何度見てもいいね。さあ、ひりおくんはどうチョイスするのか。今めっちゃ隠れてるよ、いかちゃんたち。お！そこはどこだ？誰も倒していない！すげえ！ちゃんと隠れてる。はい、次着地の方を、やりたいと思います。さあ、どこに飛ぼうかな？ここ！ここに決めました！やっ！え、全員倒した！え？倒した！俺全員倒したよ！はい、よろしくお願いします。ということで、今回はマルチミサイル鬼ごっこをステージを変えてやっていこうかなと思いまして、今回もずく農園ですね。マルチミサイルと一緒に鬼がね、追いかけてくるという、これミサイルにも当たっちゃいけない鬼ごっこです。危ない、めっちゃ来るね。で、これね、逃げてる最中にもさ、鬼が追ってくるので、まあとりあえずやられないように逃げましょうと。味方大丈夫か、もう。おぉ、うまい。多分、待って、俺のとこ来てる。俺のとこめっちゃ来てる。やばい、めっちゃダメージもらった、今、危ねえ。危なー。え、まだ来てる？まだ来てるわ。ちょっと、危ない。ミサイルめっちゃ来てるー。ひりおさんいるな。ひりおさんカーリングボムで来たのか。ひりおさん、こんにちは。これ、ミサイル来なきゃバレないぞ。やばい、ひりおくん、やばい。待って、ひりおくん、ミサイル、俺のとこ。危ない。やばい。待って。いる。走れ。ひりおくんのとこ逃げよう。待って、今鬼来てるから。許して、ひりおくん。許して。こんにちは。ひりおくん、後ろ来てる気がする。やばい。別れよ。これは別れた方がいい。こっちだ。オッケー。あれ、ひりおくん下にいる。危ねえ。避けた。もう待って、ミサイル来た。ミサイル来た、やばい。生きてる。やばい。走れ、俺走れ。やばい、あー届かなかった。くそー。こんにちは。ひりおくん、なんか、やられたね、俺と一緒の近くで。ぼーっとしてる。はい、よろしくお願いします。俺もカーリングボム持ってきたので、これを使って逃げれたらいいなと思います。他の人はね、デュアルスイーパーとか、パブロで逃げると思うかな。あ、なんかいる。おい、マルチミサイル持ってくるな。やめろ。やばい。やばい、危ない。めっちゃミサイル飛んできてた、今。追われてますね、一人。ひりおくん、いいとこ行ってるな。よし。あー、やられてる、一人。早いな。ここ塗っとこうか。で、離して、やばい、来てるよ。やばいよ、これ。やばいよ。待って、ひりおくん、やばい。それやばい。危ない。やばい。あ、ひりおくんがいる。一緒に逃げよう。これあげる。カーリングあげるから。後ろ来てるかな？割れたくない。危ねえ。危なかった。あー、でも、マルチミサイルで結局バレちゃうんだよな、場所。いや、もう一つ来た。待って、ひりおくん持ってこないで。ひりおくん、危ない。マルチミサイル持ってくるな。危ない。カーリング垂らしとこう。ひりおくん隠れてるから俺逃げちゃうか。俺が逃げればどっちかは大丈夫なはず。やべ、来てるよ。やべ。マジでやばい。やばい、いる、後ろいる。ちょっと敵の位置がわからない。逃げろ。
いやー、ミサイルバレる。バレるバレるバレる。よし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 、これで。ひろゆくん。ひろゆく待って。相手ミサイル溜めてない？味方二人捕まってるのか。いけないっすないっす。これ隠れきれてる。隠れきれてる。頑張る。俺ちょっとここに隠れておこうかな。やばい、やばい、やばい、来てる。待って、ひろゆく挟まれた。やばい、やばいやばいやばい、俺やばい、俺やばい。ひろゆく捕まった、ひろゆく捕まったわ。ミサイル来てる、ミサイル来てる、ミサイル来てる。逃げろ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 。よし、なんか来てるよ。やばい、下にもいる、下にもいる。いやー、ギリギリ捕まった。はい、よろしくお願いします。今回はモンガラキャンプ場で逃げていこうかなと。で、鬼が、赤ザップ2人、マルチミサイルが、ひろゆくんがね、鬼になりました。やべ、もう飛んできてる。こう見ると、マルミサ乗るよ、やばいな。いる、ひろゆくんだ。ひろゆくん来てるよ、みんなひろゆくん来てるよ。逃げて逃げて逃げて、あーやられてる。しかも俺んとこ来てる。隠れた。うまいこと壁に隠れました今。よし、来るかな。あ、探してるね。探してる探してる。また壁に隠れてみようか。やったー、俺チリサイル持ってる。オッケーオッケーオッケー。やばいやばい、来てる。ひろゆくん、ひろゆくん待って。よしよしよし、ここ強い、ここ強いけど、ミサイルどっからか飛んできてるな。逃げろ逃げろ。ちょっと裏入っちゃおうかな。敵陣地の方入ろっか。こっち入ろう。みんな捕まってるな、なんか。やばいよ。ぶっとかないとやばいよ。やばい、ミサイル来た。待って、ミサイル邪魔だ。じゃ、ミサイル邪魔だ。よし。いるいるいる。いるいる、ひろゆくいる。バレてる？これバレてますね。これバレてますよ。よし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 、降りたかな。うわ、危ねえ。うわ、危ねえ。あっち行くふりしよう。ここでなんとかやり過ごそう。ここで。え？やばい、やばい。やばい。やばい、危ない。こっち逃げろ、こっち逃げろ。え、ひろゆくいたいわ。ひろゆくいる。ひろゆくいる。やー、くそー、やられた。いやー、なんかごめん、倒しちゃった。ごめん、ひろゆくん。最後鬼倒しちゃった。みんな捕まりました。あの、マルチミサイル鬼ごっこめちゃくちゃ難しい、これ。これ逃げ切るの結構ね、ヒヤヒヤしますね。よかったら、皆さんもやってみてください。すごいハラハラします。ありがとうございました。